皆さんこんにちは。一世風靡したアイドル、おにゃんこクラブでデビュー、シングル曲バレンタインキッスが大ヒットしたタレント国生さゆりさん。一時期よりは減ったものの、現在でもドラマや情報番組のゲストで活躍中ですよね。今回は国生さゆりさんのバラエティから消えた理由、離婚歴や元旦那逮捕の真相、整形疑惑などご紹介します。1985年におにゃんこクラブの一員としてデビューし、19歳でドラマの主演に抜擢された国生さん。しかし女優としての人気は長続きせず、次第に脇役が増えていったことで、自分がなりたいと思っていた人になれないと思った、ちょっと自信をなくしていったんだろうねと危機感を覚えたといいます。このように語ったのが2018年に放送されたフジテレビ系バラエティ番組、梅沢富美男のズバッと聞きますに出演した時のこと。この出演は破局騒動以来バラエティ番組から姿を消した理由を明かしました。次第に脇役が増えていったことで危機感を覚え、そうして思うようにいかない日々が続く中、国生さんは恋愛に走り、2度の結婚と離婚を経験。さらに数々の芸能人と浮き名を流して世間を騒がせるようになると、次第に女優の仕事は減り、バラエティ番組が主戦場になっていたそう。そんな状況に国生さんは、思い描いていた自分と進んできた道がちょっと違っちゃったかもね、自分の責任なんだけどさ、やらかし方がちょっとやらかしすぎでしょ、いろんなことをねと回想。恋愛について、周りの人は止めたもん、だから人の言うこと聞いておけばよかったと後悔していました。そこで50歳を機に過去への思いを断ち切るための断捨離を決行。かつての恋人との思い出の品も断捨離し、その理由を過去との決別っていうことでもないんだけど、ちゃんとありがとうとか、こういう思い出があったなとか、このテーブルにはいつもこういうものが置いてあって、このお茶碗であの人とご飯食べたなとか、お茶を飲んだなって思い出を一回振り返ることができたから、そこにとらわれなくて良いんじゃないのって思ったと明かしました。そんな国生さんに MC の梅沢富美男さんが、今後再婚はあるんですかと直撃すると、国生さんは、いやー、もう多分恋愛をすると自分を主に置かずに相手を主に置いてしまうので、どんどん自分がなくなっていく、相手もびっくりして、え、そこまでやるのって怖くなってしまうんじゃないかなって思って、だからちょっと無理かなって思いますねと消極的な考えを示していました。国生さんは別のバラエティ番組に出演した際、若い頃の恋愛話についていろいろと語っています。でも気になるのは今のことです。2024年現在の国生さゆりさんは結婚しているのでしょうか。そして子供は。国生さゆりさんといえば、2度の離婚に不倫騒動と恋多き女性、関西の大物芸人黒田優さんとの結婚秒読み報道もありました。ここからは国生さゆりさんの結婚歴や不倫、今の状況などについてご紹介します。2024年現在は58歳となる国生さゆりさん、最後に離婚していこう、結婚したとの報道はありません。過去の恋愛ではその度に熱愛スクープされていますから、もし結婚しているなら記事になっているはず。やはり現在の国生さゆりさんは再婚していないのでしょう。ちなみに子供がいるとの報道もありません。デビュー以降の国生さゆりさんは大きな休業期間なく活動しています。こっそり産んでいたということもなさそうです。国生さゆりさんは今まで2回の離婚歴、結婚歴があります。それぞれ振り返ってみましょう。国生さゆりさんが最初の結婚をしたのは2000年11月のこと。当時は33歳でした。結婚相手の男性は中学校時代の同級生、一般人なので詳細なプロフィールは不明ですが、名前は上前拓郎さんと明かされています。結婚報道の直後は、旦那の職業は医師と話題になりましたが、これはデマ。国生さゆりさんの夫は鹿児島県在住でマッサージ治療院の経営者でした。
結婚後は鹿児島県に住み、仕事の時には上京していた国生さゆりさん。ちょうどバラエティ番組への出演も増え、多忙な時期と重なっていたせいでしょうか。2003年には離婚を発表しています。破局の理由については国生さゆりさんも元旦那さんも語らず、芸能人と一般人ですから金銭感覚や仕事の考えなどすれ違ったのではとされています。ですがその後2人は復縁、離婚して1年後2004年から同棲生活を始めています。その当時イベントなどでのインタビューでは、離婚前より仲良くなった、事実婚だからフランス婚かななどと国生さゆりさんは語っています。ちなみにフランスでは事実婚が主流で法律婚よりも多いのです。新しい形の結婚、事実婚でうまくいくと思われましたが、2008年に同居解消を発表しています。事実婚の期間を入れると国生さゆりさんの最初の結婚期間は7年弱といったところでした。国生さゆりさんの2回目の結婚は2012年のこと。結婚相手となったのはコンサルタント会社を経営する高田英治さんでした。2人の熱愛がスクープされたのは2009年のこと。高田英治さんはもともと国生さゆりさんの大ファンだったそうですね。熱愛報道の直後、メディア取材を受けた高田英治さんは、結婚を前提にお付き合いしていますと堂々と結婚宣言をしたのでした。そのまま2人は2009年12月に婚約を発表。そして2年後2012年2月14日バレンタインデーに結婚となったのです。ただこの国生さゆりさんの2度目の結婚はトラブルの連続でした。まず高田英治さんの結婚宣言そのものが国生さゆりさんにとっては寝耳に水。この発言を後で知った国生さゆりさんは、もう後には引けないと感じたのだとか。そして結婚発表で使った指輪は国生さゆりさん自身が購入したもの。旦那となった高田英治さんは六本木ヒルズ界隈で豪遊し、派手な金遣いも報じられていたのですが、さらに結婚後にはこんな衝撃的な報道もありました。結婚当初から別居生活、一度も同居せず、高田英治さんは引っ越しを繰り返し、新居を国生さゆりさんに伝えない、大物女性歌手、しかも母子と不倫関係にあった。そして極めつけはニューハーフタレントの春名愛さんとの不倫報道も。これについては双方が否定しましたが、新婚時期に不倫を疑われる行動を取ること自体も疑問です。国生さゆりさんは、うちは週末婚なのでと旦那さんをかばっていましたが、それも限界があったのでしょう。2013年9月に離婚を発表しました。そんな国生さゆりさんの元夫、コンサルタント会社社長の高田英治さんは詐欺容疑で逮捕されました。国生さゆりさんと離婚した同年、高田英治さんが所有する高級輸入会社ランボルギーニに傷がついたとして修理会社と結託し、保険会社から約920万の保険金を受け取ったようです。もちろん傷がついたなどは嘘で、警視庁の長期捜査で長期間複数回にわたり不正金を受け取っているとされています。共犯とされる修理業者は同じ容疑ですでに逮捕されているのです。高田英治さんの逮捕はこれが初めてではなく、暴力団山口組の元構成員で1999年に自動車窃盗による逮捕前科があります。詐欺容疑で逮捕された高田英治さんですが、現在は海外でセレブ生活を送っているようです。死ぬまで予定がない自由な生活とブログで語っていることからも、かなり資産があることがうかがえます。2度目の結婚相手には不倫疑惑もあった国生さゆりさんですが、国生さゆりさん自身もかつては不倫の当事者でした。それは最初の結婚をする前、国生さゆりさんが20代だった頃、不倫相手だったのは歌手の長渕剛さんでした。国生さゆりさんと長渕剛さんの馴れ初めは1991年ドラマシャボン玉で共演したこと。主演だった長渕剛さんから声をかけ、不倫関係に発展したのだとか。そして1993年に熱愛報道されたのは、2人が再共演したドラマランの放送直前でした。実はこのスクープは
国生さゆりさんにとって初めてのゴシップ、それが不倫疑惑ですから、世間からも注目を集めました。そんな状況の中、詰めかけた記者たちの前で長渕剛さんの言葉はこうです。俺、一般常識の通用するようなところにいないから。当時の時代背景もあるでしょうか。長渕剛さんのこの発言で不倫疑惑は公然の事実といった空気になったのです。ですが、その2年後、1995年に長渕剛さんは大麻使用、覚醒剤使用の疑いで逮捕されたのでした。そうなると不倫相手の国生さゆりさんも無関係ではいられません。当然薬物使用の疑惑がかけられるわけです。その時、国生さゆりさんを救ったのは意外な人物でした。それは長渕剛さんの妻で元女優の志保美悦子さん。その志保美悦子さんのアドバイスで記者会見を開いた国生さゆりさん。尿検査の結果、自分からは薬物が検出されなかったこと、長渕剛の奥さんと会って関係を清算することを約束したこと、この2つを明らかにしたのでした。長渕剛さんとの不倫を清算した時、国生さゆりさんは29歳。貴重な20代を過ごすパートナーとして長渕剛さんはどんな存在だったのか。ちなみに長渕剛さんは国生さゆりさんと破局した後も別の女性といい仲が報じられています。不倫に2度の離婚と、どうも男運に恵まれない様子の国生さゆりさんですが、再び結婚を考えるお相手と巡り合います。それはお笑いコンビメッセンジャーの黒田保さん。関西では売れっ子芸人で、国生さゆりさんの3歳年下でした。2人の馴れ初めは関西でのテレビ番組で何度か共演したこと。もともと大ファンだったメッセ黒田さんからアプローチし、交際に発展したのだとか。そして2015年に熱愛報道。これを受け2015年6月にラジオ番組でメッセ黒田さんが交際を発表しました。その後は国生さゆりさんもメッセ黒田さんもそれぞれ別の番組でラブラブアピール。東京と大阪の遠距離恋愛でしたが、結婚秒読みなどと報じられるまでになったのです。ところがメッセ黒田さんに二股疑惑が発覚。それが原因で2015年末に大喧嘩となり、そのまま破局してしまったのでした。後にメッセ黒田さんは、浮気じゃなくて女性の知り合いと食事に行っただけとラジオ番組で弁明。しかし国生さゆりさんは、あれはね、あんな顔して甘えてくるから鬱陶しくなったのとメッセ黒田さんとの破局理由を説明。国生さゆりさんにとってはもはや笑い話になっているようですね。その後も2人の復縁はなく、メッセ黒田さんは2019年に一般女性と結婚したのでした。そんな国生さゆりさんの現在の同居人は愛病のブルーちゃんです。こちらの猫ちゃん、国生さゆりさんはにゃんこ先生と呼んで溺愛しています。インスタグラムもブルーちゃんの画像でいっぱいです。とはいえ現在の国生さゆりさんは猫に使える生活だそう。インスタグラムに猫ちゃんは登場しますが、彼氏の影は見えません。ですが当の国生さゆりさんは猫アレルギーなんだとか。そのせいなのか、国生さゆりさんが鼻声すぎて心配の声が上がっています。国生さんの鼻声は美容整形の影響なのでしょうか、それともアレルギーや他の原因があるのでしょうか。国生さんの鼻声の理由を調査しました。2022年7月13日の上田と女が吠える夜に出演した国生さゆりさん。トークは相変わらずの切れ味でしたが、鼻声で聞き取りにくかった場面が多々ありました。視聴者も国生さんどうしたと心配の声を上げていました。その中で鼻声の原因が美容整形によるものではという疑問も上がっていました。鼻の美容整形にはいくつか種類があります。鼻中隔延長手術、小鼻縮小、ヒアルロン酸注射、シリコンプロテーゼ、耳介軟骨移植、鼻腺形成。ちょっと調べただけでこれだけ出てきますので、芸能人で鼻の美容整形をしている人は多いかもしれませんね。中でも鼻中隔延長手術は術後に鼻の通りが悪くなる人が多い手術です。国生さんの鼻声の理由が美容整形だとしたら、
一番可能性が高い手術ですね。ただ国生さんは昔から鼻声がひどい時があるということなので、鼻の整形を受けた可能性があるかを考えてみましょう。国生さゆりさんは1966年生まれの57歳、2024年4月現在、年齢に対して信じられない美貌をお持ちです。美容整形を受けていても不思議はないですが、若い頃のお顔を見てみると鼻の形は全然変わっていません。鼻声の原因は美容整形というよりは副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎など身体的な別の理由があるのかもしれません。鼻の整形についてはどちらかといえば白だと思いますが、最近の国生さんはどんどん不自然な顔になってきていますよね。鼻の整形よりも気になったのは不自然に膨らんだパンパンの肌ですね。50代の女性芸能人あるあるでもあり、この年齢になると皆さん顔のシワをヒアルロン酸で埋めていきます。多少なら綺麗になれるのですが、だんだん感覚がおかしくなってパンパンになるまでやってしまうんですよね。国生さゆりさんの鼻声の理由は鼻の整形手術の影響である可能性は低そうです。ただ美容整形を一切していないということではなく、肌については過剰にお手入れしているように見えます。そのままでも十分お綺麗なのに、やはり美を求める気持ちは歯止めが効かないのでしょうか。いかがでしたか。今回は国生さゆりさんのバラエティから消えた理由、離婚歴や元旦那逮捕の真相、整形疑惑などご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。